ごきげんよう、ラリボンミラビリスです。ロールパンで庶民の皆さんが大好きな揚げパンを作ります。ちなみにこれはコストコで買いました。パンを熱した油に落としてコロコロします。油は少なくても大丈夫ですが、焦げないように気をつけてください。とても焦げました。私は焦げたパンを食べても大丈夫の貴族教育を受けているので続行します。砂糖を混ぜたきな粉とパンを袋に入れて振ります。詰めるときな粉がつかないので急ぎます。きな粉揚げパンの完成です。食べてみたところ、サクサクと香ばしく味がしませんでした。砂糖をためらわずにたくさん入れましょう。練乳をかけてもよし。それでは皆様、良い食卓を。